ありがとう。寒すぎてなんか冬になった。秋そう、今日ハーフツインしてたので、お仕事でそのまま。うん、寒暖差やばいね。うん、ヒートテック早くないと言いつつ、でもさやもなんか今日多分ヒートテック要素のある靴下履いてた気がする。寒すぎるね。え、そうなので、何の話って感じだよね、コメント読みながら。そうなのとか言って、風邪の前兆、気をつけてね。風邪ひいたらさ、本当に大変なことになっちゃうから気をつけるんだよ。まちこちゃんストーリー上げてた。嬉しい。そう、生誕ポスター見に行ったからさ、載せるね、明日ぐらいにありがとう、本当に幸せだった。11月のオンラインで初めましてする。楽しみだよ、ありがとう。今日も配信ないと思ってた。配信しましたさっきまでちょっと寝てたんだけど、そう、起き上がった。あ、そう、これジラピケース、なんかさ、みんながさ、プレゼントどんどん届いて、もうありがとね、来てます。だって短いそう、でもなんかプレゼントはね、この人のだから着るとかないから安心、安心って言い方すごい変だけどさ、そういうのないからね、それだけはあの伝わってたらいいなと思います。誰々のだから嫌いとか、誰々のだから着るとか、そういうのしてないからね。いつもありがとう。そうだよ。そう、もうコメントで、そう、ゆりさんとのお写真投稿したの、ツイッターとインスタと、さっきインスタ更新さしました。おそろい、本当にいつも優しくって、そう、同い年じゃなくなっちゃったけど、ヒューストンのお土産、そうだよ、 NASA、 そう、 NASA のトレーナーめっちゃ可愛くてさ、そう、いっぱい着てる。そう、なんか2年前にノイミーでヒューストン、そう、2年前にね、ノイミーでヒューストンに行った時にお土産をね、そう、お渡ししたんだけど、そう、それでこの間サイコラブさんがさ、ヒューストン行ってて、そう、お返しくれた嬉しかったです。そう、嬉しい。
ケーキめっちゃ美味しかったです。本当にもう全部さ飾り付けとかもさ本当に全部全部さプレゼントとかも本当に嬉しくって本当に優しい、うん、大好きで大尊敬の先輩うん、なんかさ粘着力が弱すぎてそうめっちゃアルファベットの文字が落ちてねもう本当に大変だったんだけどあの写真そうゆりさんのさツイート見たらさめちゃめちゃ伝わると思うんですけどでもなんか本当に一個聞いてほしいのがあのなんかハッピーバースデーの綴りを完成形でも2人して間違えててそうなんかあれみたいな写真そう R の位置が変だと思った方いると思うんですけどあのてかさやのカチューシャにもバースデーガールみたいな書いてあるのになんか完成形のあのこう全部もう急いでハハハハハって貼ったハッピーバースデーの文字がなんかハッピーブリスデーみたいな感じになっててなんかそれが判明したのがなんか2日後ぐらいで、あのさやがねお姉ちゃんにゆりちゃんにお誕生日のお祝いしてもらったのみたいなそうあのさやがお祝いしてもらうんだって話をお姉ちゃんに話してでお姉ちゃんにお祝いしてもらったのどうだったみたいな感じでそう言われて見てみたいななんかこんな飾りもしてくれていっぱいお祝いしてくれて本当に嬉しかったっていうね写真を送ったのお姉ちゃんにそしたらなんか綴り違うよって言われてそこで気づくっていううんそうえってなってでそれで即あの LINE してなんか綴り違ったみたいって言ってそうそうなのだからあれ完成形でくっついててもバースデーじゃないんだよねそうなんかゆりさん調べてくれて調べてこうバースデーとか貼ってくれたんだけどそう間違えててでさやも気づけなかったもうバースデーって読んでたうんでも何でも OK うんさやも思い出です。うん。うん。全然気づかなかった。うん。うん。楽しかった。幸せ。幸せでした。本当にもう本当にいつも優しくってうんいろんなとこ行ったりおしゃべりしたりとっても幸せですじゃんじゃん
もう起きたよ。眠くない。起きたのさや。そう、葵ちゃんもありがとう。まさや、ありがとう。明日ね、ちょっと待って。ゆずバンズ行きが嬉しい。明日さ、お、カレンタス結婚。今日もしないよ。明日なんかめっちゃ空き時間あって明日も仕事なんだけど、そう、でもやんなきゃいけないことがあるから、なんか作業配信するね。もうこれ先に言っとく。もう何時かはちょっとあれだけど、作業配信します。あの、集中、喋んないからなんか作業に集中したい方がいらっしゃったら、ぜひ谷沙耶の作業配信見てください。喋らないって最後書こうかな、ここに。夏海みたいに喋らない。そう、なんかいっぱい追われてて、今嬉しいことだけどさ、頑張り頑張り。夏みんなやつめっちゃ可愛い。喋らない。あ、普通に。ブログ提出した。読んでくれてありがとう。そう、ブログはもうめちゃくちゃギリギリに提出しました。すいません、本当に。パンさん、生きがいありがとう。レイジー、今日モーメント更新した。みんな起きてって思って。そう、ブログ見ました、ありがとう。感動した。そんなことを言ってくれるなんて嬉しい。今日も美術やん、かわいい。おはようって見たよ、嬉しかった。みんなのモーメントのコメント見てるよ。家が守ってね。ひなちゃん、ありがくまさや、ありがとう。うん、久々。確かに、さやちゃんいつも自分で髪を切って。いや、今日はね、やっていただいたハーフツイン、もうこれさやの理想のハーフツイン、すごい、もう嬉しい。これさやが好きなハーフツインさやのさ、ハーフツイン、なんか結構珍しいんですよね。そうなの、ペタってしてるのが好き。ねじってない今日は。かわいい、嬉しい。ショールーム通信の鍵でお話かな、支払いし忘れなかった。えらい、嬉しい。生きがい、パンさん、ありがとう。嬉しいな。ハーフツイめっちゃ難しい。夏が夏が夏が来たから。
ノイステ生放送楽しかった。やっぱせんはね、ちょっとごちゃはの時は置いといて、ベースめっちゃ夜行性だからもう夜本当に寝れなくて、本当困ってるぐらい寝れないからさ、あの本当にあの楽しかった。全然元気だったよ。そうね、元気だったよね昨日の3人。なんかちーたんがめっちゃさラジオ好きだからさ、その深夜の生放送にテンション上がってて可愛かった。うん、ありがとうリアタンしてくれて。うん、ありがとう。帰った後にカップ麺食べてんのびっくりした。なんでお腹すいたんだもん。うん、美容師さんに写真見せた。嬉しい。カップ麺はチートマト、最後好きな味。うん、美味しいもの食べたくなる。カップ麺美味しいよね。分かるの。お話し会追加させていただきました。ありがとう。夜中にカップ麺食べるよ。全然食べる。だって美味しいもん。ASMR 間違えちゃう。本当にさ、もうさ ASMR って一緒言っちゃうんだよね。もうなんか配信でも間違えたことある気がする。うん、もたれしない。ライト笑顔守ってね。最近好きなお菓子なんだろうな。最近何食べてるかな。でもなんかめっちゃいろいろグミ相変わらず食べてるけど、なんかさ X でバズってたじゃがりこのサワークリームオニオン、めっちゃ美味しかった。あれ食べました。うん、美味しかった。てかさ X バズってるって言えばさ、あのささやがさアグで買ったトレーナーめっちゃバズってるんだね。知らなくて、待ってみたいな。さやさ9月ぐらいにさなんか買ったのみたいな感じでさ、靴買おうと思ったらトレーナーも可愛くて買っちゃったみたいな感じで買ったんだけど、あれめっちゃバズってるらしくって、もう今どこにも売ってないんだって。トレンド先取りしてた。知らなかった。そう、うん、知らなかった。なんかさ、それ昨日着てったら、そうキラリンにも「それバズってるやつ」みたいな言われて「そうなの?」ってなって、そうそう全然売ってて、でもな今日なんかアグ行ったんだけど店舗に気になる商品があって、売ってなかったもん。うん、さやが行った時は全色揃ってたのに売ってなかった一個も。スナのスカートもさやちゃんの色売り切れてる。待って、なんかさやはさちょっと見る目あるのかもしれない。さやが好きなもの世間のみんなも好き説はある。うん、うん、うん、嬉しい。嬉しい。いっぱい切る。それみんな盛りすぎだよ。うんうんうん、
札幌ねえ、ありがとう、楽しみだね。うん、こんばんは。え、でもなんか昔コラボ服出させていただいてさ、アンクさんで、またなんかいつかコラボ服とかできるように頑張ろうって思ってます。あ、珍しくさやの夢を話した。いまだにコラボ服着てさ、会いに来てくれたりとかする方見て嬉しいなってなったり、今だったらこういうの作りたいなってすごい浮かんだりするから、叶えられるように頑張る。うん、頑張るよ。ダーリッチのトレーナー、去年のやつ、さやが着てたやつ。うん、葵ちゃま、タワーありがとう、ありがとう、みんな。ゆりめの笑顔守ってね。うん。iPhone ケースね、 iPhone ケースなかなかないよね。うん、せやさ、今使ってる iPhone ケースめちゃくちゃ可愛くて好きなんだけどさ、まあ、待って、みんなお揃いしちゃう、売り切れる。さやがこれ使ってるって言ったらみんな買っちゃう、 Amazon で買ったやつ、なんか残り在庫15点とかだ。それはちょっと待ってて、さやが1個買ってからじゃないと紹介しない。さや14プロちょっと古め、若干。さやの分なくなるやん。え、ちょっと待って、見てみよう。なんか、いや、そんなね、さ、そんな影響力ないですけど、なんかね、そう、やっとなんか最近いいなって思う iPhone ケースに出会えて。え、これめっちゃ可愛いの、これ。え、めっちゃ対応してんじゃん、この iPhone ケース、すごいよ。16マックスはないけど、 iPhone16 プロ、16、15プロ、15、14プロマックス、14だけプロマックスある、14プロ、14、13プロマックス、13プロ、13、12、めっちゃ対応してる。でも iPhone14 プロ残り14点だから、これ買っちゃダメだよ、さやの分。うん、なんかそう、かわいいの。もうなんかもう超シンプルなんだけど、なんかね、ここキラキラ、ここもキラキラで、ここ多分なんか挟める、なんか挟んでみよう。なんもないな。あ、これでいい、これでしよう。でもなんか自分のグッズしかない、今。そう、あ、でもなんか取れないや、とりあえずこうやって挟める系なんですけど、こういう感じで。待って、懐かしくない。え、そう。そ
これしか今手元にない。よくありのやつ。そう、めっちゃお気に入りで、でもなんかガラス、これがここがなってて、でなんかそれこそなんか誕生日の日に、あのよりさんのお家から帰ってる時に落としてバキバキになって、 iPhone ケースが iPhone じゃなかったか、よかったんだけど、そう買い直したが2個目、2代目。悲しいだけだったよ。側面だけキラキラしてる。うん、可愛いでしょ。あとここもキラキラしてる。お気に入りなんだ。まだ言わないって言ったけど、 Amazon で買ったって言ったから、みんな調べたら出てきちゃう。お揃いしていいよ。14プロのピンクの在庫だけは枯らさないで。ちなみにこのここのピンクの側面が水色と紫も売ってた。うん、うん、な、みんな見つけんの早っ。みんなでお揃いじゃん、 iPhone ケース。うん、ケープ黒、めっちゃすぐ出てきた、やばい。早い。え、待って、なんか喋ってたらもう23時53分だった。なんかさやの今体感に半ぐらいだったんだけど、あっという間だね。頑張って早寝するんだ今日は。明日早いから早寝頑張る。今日も早かった。昨日も早かった。頑張り頑張り。お風呂頑張る。朝かな。お風呂明日の朝かな。もう眠たい。いや。夜入ります。夜入んなきゃ。え、葵ちゃま、たわ、ありがとう。サッカーやるの見たい。スポーツ観戦好きなんですよ。こう見えて。でも寝なきゃ。今日は10日、じゃーん、あいちゃまありがとう。ね、さやも対面で会えて嬉しかった。本当に可愛いし優しいし、いつもさやのこと思ってくれてありがとう。ポスターもありがとう。楽しみだよ次会えるの。なんだろう、お洋服とか髪型とかどんな感じにして会いに来てくれるのか、ワクワクしながら待ってるね。ありがとう。待って、さやパズルの練習しなきゃ。やばい。パズルやってない。ヌシチのサイン入りコスメが当たった。え、嬉しい、あ
ありがとう、見てくれてびっくりドンキー本当に面白い、面白い女。待って誰か買い占めてないでしょうねよしよし、14プロはまだ残ってるなくなっちゃうか。今ね SNS 投稿したいのいっぱい溜まってて、だから更新も頑張るね。お話し会、対面の日の私服も載せたいし、ディズニーの写真も載せたいし、それこそアグのトレーナーでも写真撮ってから載せたいし、なんかいっぱい載せたいのあるから待ってて。今日はゆりさんとの写真載せられた、嬉しかったです。スクショ、待ってます、待っててね。ありがとう、今日も。明日は作業配信やるよ。で、いやもう作業配信をしなきゃその作業をやらない気がするから頑張るもう作業配信をするという予定をスケジュールに書いた。そしたら頑張れるの奮い立たせるための、そうだよ、頑張ります。多分もしやんなかったらいないんだなって思って、夕方かな、夕方、昼、いや3時、2時、3時、4時、いや嘘嘘、2時、3時、1時、2時、3時、それぐらい平日だから無理せず、13位ライトセーバー、12位まいちゃん、11位ひろし、10位ライト、9位カレンダソ、8位パンさん、7位よしおか、6位ゆずぽんず、5位ゆりめろ、4位ひなちゃん、3位りょう、2位あっきん、そして1位あおいちゃま、ありがとうありがとう、今日も見てくれてありがとうございました。でもあさって12日はいっぱい配信できそうだから、いっぱい一緒にいようね。うん、休みだよ、いい夢見てね。あっという間に12時だ。うん、ありがとう、おやすみなさい。そう、誕生日とお別れします、12日、ありがとうおやすみ、今日も配信ありがとう、またねありがとう、バイバイ、ギリギリまで手振る、おやすみー。